可愛すぎる。あれ。はい。今日はね、ちょっと車が混んでて、あのね、10時だったんですけど、10時半からになりました。ごめんなさいね。で、ちょっと車待ってる間あれしたんです、あのカジパしたんですけど、出会った方いますか？出会ったよって方、ごめんなさい。お化けとかコウモリとか増えてる。あ、お菓子もある。ありがとうございます。かわいい。やばい。ちゃんと君に来た。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください、お仕事。ハロウィンコスプレ、じゃあハロウィンの日さ、空いてたらさ、やろうかな。何時に来た？9時ぐらいかな。嘘、8時半とかに起きて、で用意してご飯食べて家出たんやけど、めっちゃ混んでて、で遅くなっちゃいました。ごめんなさい。で、今はあのレッスン場にいます。あとでちょっと劇場にも用があるから行かないとですけど、今日はあれですよ皆さん、今日は世代交代なんです。世代交代なんですけど、夜は吉見姉ちゃんの誕生日公演、生誕祭です。何時ぐらいやってるんや、なんか時間、この時間この時間って決めたら急にさ、その時間ができひんくなることがなる時があるから、時間がある時とかにやってるんだよ。みーちゃんのハロウィンコスに行きたい。むぎちゃんいけるかな、もう今はいけるかな。むぎちゃん昔はねめっちゃ嫌ってたんですよ、かぶりもんとか。やばかったよ、もううわーってすぐ暴れて、つけても自分で取って、かぶるものはもう首元につけるやつか全然つけてくれたんですけど。ラムネ食べましょう。コピーラムネ、10時からこんにちは。そうですね、まだ10時は朝、まだ10時に起きることあるもんね。もうすぐハロウィンで、でハロウィンの前の日にはあれですね、あの東京で、じゃあハロウィン31か、じゃあ違うわ、もうちょっと下に生誕T シャツ。今回でもだいぶよくできたかもしれへん、今ちょっと考えて、もうまあもう考え決定したんですよ、自分で考えてたやつ、あもうこれにしようってなって、結構かわいい。自分で言うのもあれだけど、はい、だって予約したよ、ありがとうございます。なんかまだどんなのは、どんなんかとはまだ多分出てないんですけど、可愛い系、それは内緒です。何でも着れる。
普段は着れるかな。多分着れます。うん、なんかザ・ NNB って感じではないかもしれへん、かもしれへん。可愛い系じゃないでしょ。そういうかわ、そういう可愛い系じゃないんです。あの、なんていうの、普通に T シャツは可愛い、なんかでも可愛い系とかそういうのじゃなくて、うまく可愛いかもってこと。こっちは T シャツやばい、あかんって言われちゃうもう売れへん、作者さんに怒られちゃうよん。色次第だね。でもあみはこの前は結構なんだろう、あみ結構みんなのセーターティー着てるな。まあ上から上着とかは着てるけど、うん、セーターティーだ。なんかもう時間ちょっとギリギリやなって日とかは、あのまあそこれで外出ても大丈夫やろうぐらいのレッスン着で、あの外出るときはあります。普通のジャージとか、もう時間やばいとき、着替えてる時間もないってときはたまにね、ですけど、おひげ謎いね。うわ、あれかな、なんかレッスン着で短パン、じゃ短いズボン着ていきたいときはその上からジーパンとか着てるもう下にジャージ着ておいてね、履いておいて上からズボン履いたりしてます。アミが履きたいわちょっと緊張するね。下手で休めるやつもあるけどな。そう、でもそれでさ、電車乗るか乗れるかみたいな感じじゃないですか。アミとかの生誕って言われるんだけど、そうなんか NNB って書いてたり、大きく NNB って書いてたりしてないから、まあ切れそうですよね。夏はもうめっちゃみんなの生誕って着てるよマナミンとかミソラちゃんとかテンちゃんとか、テンちゃんはもう夏ではないかでも持ってるからね。みんなのセーターって結構着てる。レッスン着にさちょうどいいよね、大きさとか半袖やしさ。夏の部屋着とかセーターとかライブできる。あー、わかりますなんかパジャマのまんまも嫌やけど、でもわざわざなんか家でなんかするためだけに私服に着替えたくないときに着てますさみ結構夏パジャマは半袖半ズボンのパジャマ用のパジャマ着たりもするんですよ。その時はたまに着替えたりはしてます。ちょっとね、あのあれ探しますね、リップクリーム。すぐ見つかったら、いっぱいショップに取りに行って洗濯して、よかに握手が来てくれ、わあ、ありがとうございます。そう、誕生日のね、次の日にはもう会えるからね、皆さん。やばい、いつホラーナイト行こう私まだ来てないんですよね、やばい。
ペンヤのせたりほんまかわいいね。かわいいよなあれ、めっちゃおしゃれ。まだゲット、まだゲット、まだっていうかもうゲットできなかったんです。渡辺美が初めてキューキューの中でゲットしたやつはレイポンの生誕ティーですね。あのレイポンの生誕祭が私の初日公演だったんで、それでレイポンも、そこからその生誕祭に出たメンバーの生誕ティーは絶対買うようにしてます。ごめん、掘らない教育で、みんなやばい、もうやばいの私。年パス一番位が低いやつやから、土日がさ行けへんくてさ、ホラーナイト期間もうワンデー買うか平日学校終わった後に行くかだよね。やばい、ほんまに。でしょ、11月5までやろ、やばい。友達とあれかな、学校終わり行こうかな。そう、この前行こうとしたけどさ、ジョガエビやってさ、もうえっ、ー、って早くクロミちゃんのカチューシャとクロミちゃんのチュロス食べないといかんのにさ、だからもう次、でも今も売ってないらしい、あゆみが今持ってるやつだから、あゆみのやつが切れたらあれなんですよ。次はちょっとジョガビが少ない方になる絶対買ってもらう前提なのやろ。平日は学校で行かれへん、休日はジョガエビ。で誕生日行こうとしてもさ、誕生日がさ絶対除外日やからさ、あやみなんでだろう。これそう、これあれ絶対休日の地球室誕生日の日と誕生日当日にユニバ行けないです、絶対にね。あやみに関してはマジでもう一生休み除外日なんですよね、ユニバ。何気にヘイヘイのせたりよく聞けるね。そうヘイヘイかわいい、クロミチロスあやみ活してくれて、先に、あやみより先にあれか誕生日当日どんな日でも会いたいね。そうなんですよ、祝日までマジつらい休みなの嬉しいけどさ、あのユニバ除外日で行かれへん、誕生日、あ友達にも誕生日当日祝ってもらえへんっていうちょっと悲しいこと結構あります。誕生日シール貼ってたら除外解除してくれる。そう確かに、結婚の選択とかちゃんと、ああちょっとその質問パスで無理や。ピザ食べた？まだ食べてない、まだマクド行けてないよね。19日行っちゃってさ、さすがにその次の日は無理やって思って、誕生日だけ除外日会場系のなんかやつ作ってほしいなユニバさんよろしくお願いします。本当にやば、来週はもう100日だ。わお、あ一生もろそれ、え、でも多分などうなんやろ、え、さすがに一番、え、多分な一番位高くても11月3日いけんのかな。祝日、あ、もしかしたら
一番辛いのサクチョコ食べても、嘘、美味しくないあれ、マジで美味しいんだけど、やばい、ほんまに毎年食べても、何個食べても、私あれこの前ごめん、11を卵見える、うどん11、12歳、まだ12歳なんですよ。その日に同じ誕生日の人が集まってハッピーになりそう。おお、あのそう集まったらあれですね、あの語り合いますよ、11月3日のあれについて。ループループしたの、なんで私ね、え、私何もなってないよ、え、アップしたろ私さっきからずっと何もなってなかったけど、どうした、帰ってきた、何があったんやろ、紙の画面では何もなかったのに、ショールームあるあるやね、しゃあないしゃあない自分何もなってないけど、見てる、見てくれてる側の、見てくださってる側の方はで、なんか電波ある時あるあるやね、誕生日何しよう、誕生日の日マジで何もないわ、今んとこ予定なし、遊び入れようかな、マクドナルドのピューセット開封し、うわ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 、絶対それクロミちゃんになってからにしよう初代ゾンビっ子決定、うん、55位だってへへへ、何のことしたんだっけ、あ、そう、何しようかな、何もないからな、特にユニバも行かれへんし、悲しい、うん、何する、何する、誕生日、誕生日に言えば行かれへんって、もう何もすることないよね、お母さんの誕生日、ひっくり返したみちゃんの誕生日、そうなの、知ってた、そうなんですよ、3月、え、あ、そうそう、3月11日、11月3日、映画見に行ったり、あ、ワンピース見に行こうかな、ワンピースレッド再アンコール上映してるから、それ見に行くのもありやな、うわうわ、ほんでそのまま映画館のとこで買い物して、その後に買い物紹介配信だ、あ、決まり、決まっちゃった、もう遅く、結構いいスケジュールだね、もうなぜゆるちてー、ただあみさんもう決まったんよな、誕生日プレゼント、あみんちのさ、なんかいつも よく行ってる雑貨屋さんに、くるみちゃん、くろみちゃんのむっちゃ可愛い財布あったんですよ、それはこの前それ見っけた時に写真撮って、ママこれ誕生日プレゼントに欲しいって言った。こんなさ気持ちゃね。
アンコール上映見に行って、でもアンコール上映は友達と行きたいな。あ、友達とママと行って、あの映画だけ友達と見て、そっから一緒に遊びがてら友達、遊びがてらお買い物するのもいいね。買ってもらえた、まだ誕生日じゃないんでね、誕生日じゃないんでまだですけど、夕方に増えて何するやん。そう、大体そっち派、私はそっちが多いです。この前は、この前の12歳かは、あのママが選んでくれた12個の誕生日、12個のプレゼント、ちっちゃいプレゼントは全部ママが選んでくれましたね。それで今あのお家に置いてるんですけど、今はお家でよく使ってるあれやってます、あれもらったよ、あのスタンド、光電気のついてるスタンド、どんなか気になる。なんか黒と紫、白やったかな、あ、黒と紫で、クロミちゃんのなんか絵がついてるタイプの結構映える感じのやつでした。ちょっと頼むじゃん。じゃあインドネシアから来た。ああ、そうなんですか、インドネシア。あの下のあれかな、シンガポールとかがある、なんか島国バババーっていっぱいあるとこかな、インドネシアって。毎年父がいてたから学校では言おうと思うのに。そうなんですよ、悲しいよね。次の日も休みやくし、そう、前の日は学校やけどさ。でもあれやね、今ね、あの LINE ではあれ、いや、あの、なんていうの、メッセージカードっていうのがあるからね、それで結構言われてもらったりはする。こんにちは、こんにちは。クレープ美味しそうだった。そう、クレープね、あれ美味しかった。でもいちご大量のクレープも好きなんですよね。いちご大量、クリーム大量のプレゼントしにくすごいすごいでしょ。なんかイヤリングとかネックレスとか、あとはその時にあのワイヤレス線ないやつかのイヤホンもらったり、あとはグッズ、しあの何てっけ、ヒロアカのグッズもらったり、結構いろんなものもらいました。靴下とか、その時にあつ森ももらいました。今日ゆめさんとジヒさんの舞台いろいろ見てる。いいなー、見たい。あれなんか面白そう。久美ちゃんの一番くじやりましたが、やってないんですよね最近。一番くじが高い。ちゃんが初めてお母さんプレゼントしたもの、手紙かな。そう、まだお小遣いとかがないから、ない頃やから、ずっと手紙で渡してます。手紙渡してました。お誕生日おめでとうの手紙、毎年手紙ですね。手紙渡してます。絶対好きな教科、好きな教科は美術。美術は普通に絵描くの好きやし、デザインするのも好きやし、先生が可愛くて好き。あの、あゆみ先生好きすぎてね、その美術の先生好きすぎて、もうあゆみ前もう今日ずっと美術がいいって言ったら、絶対友達に「絶対それ先生に会いたいだけやろ」って言われる。まあそれもあるけどねってなるけど、まあそれ好きだからって。はい、
ちなみにこの配信何時まで、何時まで、今何時時計がない。10時半ぐらいまではしようと思ってます。うわ、ちょっと待って、三角チョコパイザクザクミルクキャラメル美味しかった。ね、あれもやばいよね。もうあれもなんかカリカリのなんか入ってたクリームの中にチョコはチョコの塊が入ってたじゃないですか、ちっちゃいちょっと黒みたいなチョコ食べチョコそのまま入ってるやつ。なんかでもキャラメル、キャラメルはめっちゃ美味しかった。キャラメルもめっちゃ美味しかった、ね、でも11月3日で初めて見ちゃいました。ありがとうございます。楽しみ、美術好きなんだ。いいな、そう、今結構お楽しいことしてて、あみは、あみいつも美術がね、なんかこの時間かこの時間の間にこのやつを書くんですよみたいなのがあるんですけど、絶対あみが一番最初に終わってるんですよ。めっちゃ先生褒めてくれるんです、嬉しい。美術の先生優しいし可愛いし、めっちゃね、ちょくちょく可愛くフォローしました。あー、かゆさんありがとうございます。だね。美術は推し活、そうですね。美術は、美術が本当に週一の楽しみ。もっと増やしてほしいなって感じ。待って、めっちゃ過ぎてるやん。え？あれ、そんなしてたんや。やばい。じゃあ10時半から、11時までか。そう、11時までいけるいける。研究生手紙でプレゼントがあって、どっちもいけます。はい、よろしくお願いします。今朝時間で自画像描いてる、まだしてないな、そういうの。今のところなんか文字をデザインしたりとか、あとなんか先生に配られるんですけど、美術バッグっていうのがあって、今はそれのデザインをしてます。美術バッグに絵を描くんです。美術バッグ、やばい、壇上読まないかん。ちょっとやばいね。いきます。13位ジョージさん、ありがとうございます。なんか呪術廻戦渋谷事変って書いてきた。ちょっとななみん、はい、ちょっとこっからネタバレになってしまうので、仕入れしましょう。はい、12位なるさんありがとうございます。11位たつにやさんありがとうございます。10位アルミカンさんありがとうございます。9位日高浩二さんありがとうございます。8位ひきさんありがとうございます。7位やしちさんありがとうございます。そして6位高松さんありがとうございます。5位しょまさんありがとうございます。4位柳さんありがとうございます。3位としさんありがとうございます。2位なつきさんありがとうございます。そして1位はけんちゃんありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、この後ルームスは何時、ルームスは12時からかな、12時からルームス配信します。皆さんよろしくお願いします。ではありがとうございました。ではちょっと今から練習しましょう。練習しますありがとうございました。パナスから始めパナスタパナスタって初めて聞いた。遠いかな、わかんない。ではありがとうございました。では続いては何だろう、次はルームス配信ですね。はい、ではよろしくお願いします。バイバイ、ありがとうございました。明日は待って、明日何時からしよう。でも朝4時あってね、午前中4時あって結構早めから
なんでちょっと午後になるかもしれないんですけど、よろしくお願いします。10時半12時半、あっ、うん、待って、ごっちゃになった。12時か12時半12時って言ってたけど、うん、12時半か、うん、また見ときます。あれ、でもブログで12時って書いた記憶あるな。ツイッターではどっちって書いたっけ。また行く、また行く。はい、多分 X に載ってます。結構新しい方のツイート、昨日の X に載ってますので、まあ、またよろしくお願いします。はい、ブログには12時半とか、あれ、あらららら、おかしいぞ。じゃあ12時半なんですね。はい、12時だよね。あれ、みんなって、もじゃあ結果12時じゃん。あれ、え、12時、あやめやってた、あやめやってた、あやめやってる。あみ一番最初なんて言った、あみ一番最初12時って言った、合ってた、よし。ショールーム受けたから、そうショールームはちょっとあれ混んでたから時間が落ちてたんですけど、ショールーム、じゃあルームサーストままです。はい。ツイッターには多分12時って書いてたので、ツイッター、X にも、ブログにも確か12時って書いてたので12時です。はい、よろしくお願いします。ややこしくなって、わー、ではよろしくお願いします。12時なので、じゃあお昼食べないとね。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。ルームスもよろしくお願いします。バイバイ。